はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラゴンファンタジー2、前回の続きからやっていきたいと思います。サントハイム城ですね、みんな消えてしまって、なぜか勇者アリーナクリフトっていうパーティーに強制的になってたんで、パーティー編成しましょう。そうするとここに普通にもうビビを入れるだけでいいと思うんですよね。ジタンは外します。今回アリーナと入れ替えと、なんでこのメンバーでいきましょう。勇者アリーナクリフトビビと、なんかドラクエ4のメンツが3人いるな。ドラクエ4中になってんな俺。でこれはそのまま別のところに進んでいくのかな。あの洞窟とかかなり怪しいよな。完全にこれドラクエ4キャラだな。上の方に行ってないんで上に行きますか。くらい23超強いクリフトだな。槍が弱いよな。ビビはやっぱり魔法キャラなんで入れときたいっすよね。よし、あーディレイ食らうぞこれ。おーミスか。くらえ超強い。アリーナはもう最強の戦力だな今のところ。でこれでまだレベル5だっけ。レベル5ですからね。クリフトはレベル4か。ちょっと遅れてんな。こっちの方に何があるか。おっ、くらえ22。キャタピラーね、ちょっとヒットポイントも高いし、硬いしで、ちょっと鬱陶しいキャラですね、こいつは。スクルトしかも使ってきたよ。武術って何？あ、回し蹴りか。多分縦1列か。くらえ。ここはビビの出番だ。ファイヤー。まだ倒せないのか。意外にヒットポイントあるな。マダラクモイト。スローかなこれ。そうすると敵に。これはなんだ、どっちだ。とりあえずこっちの方に行くか。あ、なんか祠がある。バブルの祠に行ってみましょう。バブルスライム。バブルスライム多分一発で倒せるっしょ。ほら、強いアリーナ。マジ強い。でこいつ炎に弱いんだっけ。炎に弱そうだけど、あ、弱いな。クリフトが全然レベル上がんないな。てか基本的にガンガンレベルが上がるゲームではないっすね。これ何これ。え、こいつ何。ここは聖なる祠。雨と太陽が合わさるとき虹の橋ができる。そなたがロトの血を引く誠の勇者なら印があるはず。愚か者よ、立ち去れみんなそんなにさ証拠を欲しいか。信用度ゼロだな、ミカミックス勇者。印がないから誰にも信用されないっていう。ロトの印、これ多分ね、怒ってるんですよね。ドラクエ1と同じ仕様であれば、なんかドグロの持ちに怒ってるんですよ。で、これ結構ね、今のところ原作を再現してくれてるんで、多分、怒ってますね。ロトの印を求めるのか、次は。じゃ上行こう。あ、上はいけねえんだ。こっちから上に。くらえ。いやー、アリーナこれ超強え。ファイヤー。吸血、あ、吸血ね、めっちゃ減るんすよね、これ。20。固定ダメージか？おー、やっと5に上がった。から覚えた。よし、力が上がってくれるのは助かりますね。攻撃力にそのまま直結するんで。でこっちでいいのかな。あ、なんか洞窟がある。あ、なんかこの洞窟から別の大陸に行けるって村の人が言ってたな。戦闘音楽もまたそろそろ変えたい気もするけど、戦闘音楽いっぱいありますからね。いろんなのを試したい。あれ、これ洞窟の鍵。あ、いけるか。なんだ、あ、敵か。びっくりした。なんかイベントが起きたのかと思った。うわー、なんか変なのがいる。あいつはちょっとファイヤーで肩をつけるか。9。クリフトを装備整えないとな。で多分ベホマラとか覚えるはずなんで、
てかこれフイミとかってあれだよね、多分全体化できないよね。あ、できないわ。ビビにかけとこう。やっぱりそうするとデコマラー系か。おお、レベル7、早いな。すげえ、ヒットポイントの上がり方が尋常じゃないんだけど。どちら、右か上か。上、なんもない。調べてもなんもない。上か下か。下。うお、バブルスライムがいっぱい出てきた。バブリンガーだな。バブルキングみたいな、なんかの作品で言った気がするんだけどな。でっかいバブルスライム。メタルスライム。ポイズン使ってくるのかよ、こいつ。うわ、毒った。攻撃で毒にするんじゃなくて、ポイズンで毒にしてくるのか。回心の刺激が出てるし。減るな。クリフトのヒットポイントが若干やばい。ああ、攻撃でも毒になるのかよ。キアリー覚えてたよね。アリーナ6になった。おお、いいね、いいね。ビビもアップ。ブライン。毒消しそう。毒消しそう2つ。あ、3つ。これを使えと。道具。毒消しそうは6個。アリーナとクリフト。で、どうしようかな。ホイミを使うか。クリフトのホイミを使おう。あ、祈りがあるな。まあでも、ここで回復させとくか。クリフトは祈っててもいい気がするな。マジックパイアンが活躍になるから。くらえ。いやー、アリーナマジ強えわ。いやー、でもね、これ、ちょうど、主人公クリフトペアで一体倒せるからな。え、何？あ、暗闇をミスったのか。そういうことか。ダークサイドだから。ちょっと祈ってみよう。祈る。お、すげえ。結構いいな、祈る。あれ、なんかいる。なにこれ。ちょ、回復させとこう。クリフトのホイミで、自分とクリフト。マジックパーがだいぶなくなったな。なんと、竜の子供が魔物に襲われている。助けますか？もう助けましょう。キャタピラー4体か。これで倒して。おお、倒せない。キャタピラーのやっぱり。ヒットポイントの多さには計算が狂わされるな。ヒット。おお、スローか。スクリット、うおー、マジかよー。これはかなり長期戦になりそうだな。回し蹴りを使ってみよう。くれない。9、時強化。うおー、硬い。祈ろう。祈るもね、多分これ失敗するんですよ。うわ、またスクリット使われたよ。こいつらかなり厄介だな。マフテントさん。聞くのか？こいつらの弱点が知りたい。ブリザードはどうだ？ 36、当たる。よし、ブリザードで攻めよう。クリスタル攻撃しとくか。うわ、的確にこの、スローになってないやつをスローにしてくるな。うわ、重ねてくるな。そしてやっぱりスロー使われると遅い。祈る祈る。ただで回復。おお、届かなかった。まあいっか。ドラン何なの。ゴーンゴーン。竜の子供は仲間にしてほしそうにこちらを見ている。まあ仲間にしてあげるか。すげえ、どん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 仲間になっていくな。うん、まあちょっとパーティーからは外れる感じか。セーブポイントじゃないと。うわー、なんかマスピラが出てきた。一発で倒せない。祈る。回復。ちょっとでも回復。魔導士の杖。不思議な。うわー、マジックパー減るぞ。すっげえ減った。マジか、これ。
攻撃。ビノールと。で、こいつは、ナスビ。で、消えた息。うわぁ、全体かぁ。おぉ、クリフト6レベル。ライブラ。ライブラって FF の魔法だし。おぉ、このマンモスくんが。そして、うわぁ、強い。ああ、天に届かなかった。なんだろうなぁ、こいつブリザードにしよっかな。全体にかけよう。やばい、ビビがやばい、ビビがやばい、本当に。ここはもう安全性をとってホイミだな。で、こいつはファイヤと。よーし、ここまだあんまり探索してる感じはしないな。上か左か上。おお、ナスビーダが縦に連なっている。ナスの串刺し。ミスってるし、串刺しに。クリプトはナス嫌いなのかな。うわー、やばい、ビビのヒットポイントがじゃなくてマジックパワーが。祈る祈る、ちょっとでも回復させとこう。で、ナス、あー防御しちゃった、間違えて。オッケー、特に何にもなさそうだな。わ、またナスの串刺し状態だ。ファイヤファイヤと。クリフトのヒットポイントが減ってきたな。魔導士系と戦士系でヒットポイントの差がだいぶ出てきたな、もうこの段階で。魔導士系のヒットポイントが結構きつい。お、これで、あー、向こう側に出れた。向こう側に出てよかったものなのかちょっと分かんないけど。おー、オニオンじゃないか。え、オニオン結構硬いもしや。雷鳴系、うわー、マジか、超強そうだけど。まあ、結構強いよな、13とか12食らうもん。クリフトを倒せるかな。わー、え、トードなんて使ってんの、これやばくね、トード直せる。乙女のキッス、あ、なんか1個手に入れた気がすんな。あ、手に入れた。落としてくれるな、基本的に。結構カエルとか寂しすぎる。アリーナ、毒の沼地があるな。看板を求めて。ふざけるな。ああ、ゲイラキャット、なんだ、猫キック、うっ、超強い、やばいやばいやばい。でも猫キック、次クリフト食らったら死ぬぞこれ。なんだ、かわいい鳴き声してめっちゃ強い。うん、ファイヤーじゃなくて、ファイヤーはあれですか、サンダーとかどうだ。23、どうなんだ、いまいちわからん。猫キック、うーわ。25って半分減らせられてるじゃん、ポイント。ビビは、このままファイヤーを使おう。クリフトのマジックパーが6しかないもん。ホイミのな、4っていうのがやっぱきついな。毒の沼地危険入るな。これさ、看板立てたやつマジ何なんだよ。なんでわざわざ真ん中に看板立てたんだ。で、上の方に行ってみますか。あー、橋がある。新しい町に来た。そろそろちょっと寝たい。おー、あったー。お、ミニカットじゃん。
パッドは結構普通だな。普通キャラ。あとなんか弓を使った、あ、そうだ、スカラスカラ来たね、こいついて。でもまあ、そんなに強くはない。猫キックに比べれば全然弱い。祈っとこう。こまめな回復が結構重要だからな、これ。うん、普通だな。よしよしよし。お、アリーナがレベルアップ。いいね。ちょっと宿屋に泊まりたいな。ここ何の村ちなみに。お、ビサイドじゃん。こんなとこにビサイドがあんの。ねえ、知ってる知ってるよ。だからあなた情報が早いわね。何このパターン好きだな。最近この辺りでアーロン様を見た人がいるんだって。アーロン様といえばあのブラスカ様のお供をした伝説のガードじゃないの。まさか生きてらしたなんてね。いや死んでるよもう。あいつ死人だよ。ここら辺は変わらないな。武器屋を見てみよう。武器屋を、なんかある。あーそうだ、高いな。鋼鉄の剣欲しいな。鉄の槍だな。クリフトがちょっと弱いからな。でもクリフト結構祈ってたりするからな。そうするとどうなんだろうな。毒ガのナイフは毒をプラスするけど攻撃力が鉄の槍に比べてちょっと弱いと。いや鋼鉄の剣だな。ちょっと自分を鍛えよう。まずよし。未だに銅の剣を装備してるっていう。どんな勇者だよ。よし、これでアリーナにだいぶ近づいてきたぞ。鉄の盾が350円。鋼鉄の鎧も欲しい。てか三河氏の服も欲しいよな。全くもって金が足りない。やった、チーズのメダル。鼻のところなんかあるかな。うん、ないっすね。じゃよく聞いてみたらこの村の曲 FF10 のテーマ曲じゃん。西に行くとメルキドがある。そこでは町の周りを壁で囲むことで、魔物から民の身を守っているそうじゃん。うん、メルキドといえばゴーレムっすね。城塞都市メルキド。召喚魔法は強力だけど発動までに時間がかかるんだ。その間にバランスを崩されたり眠らされたりして妨害されることもあるから注意が必要だよ。ほんほん。そこの家に今召喚師様とそのガードがいるぜ。ガードってのは召喚師の護衛のことさ。お、本当に？ユーナいるの？いるー。ティーザとキマリもいるー。俺たちに何か用っすか？いや用かって言われたら用はないんだけどね。何かご用ですか？私たちはこれから炎の洞窟に向かわなければならないのです。イフリートか。テント。なんでさ、樽の中にテントが入ってんの。入るか、樽の中にテント。なんか漁師がいる。魔王が現れてから風が急に弱くなっちまった。このままじゃ風が止まるのも時間の問題だな。あんたも船に乗りたいなら諦めてくれ。この風じゃどこにも行けやしねえ。はあ、まずは風のクリスタルをなんとかしろってことか。で、ここが宿屋だから、あとあそこに普通にあるな。こいつはなんだ。古い言い伝えではロトはこの島の西の外れに虹をかけたそうじゃ。あ、そうそうそう。それで行く。旅人の服パクってくぞ。すまんな、完全に泥棒だ。ここには何かある。おお、目薬。壺の中に目薬もおかしいわ。ボムには気をつけろ。見つけ次第早く倒さないと自爆の魔法が出て大ダメージだ。マジか。とりあえず寝よう。まあまだユーナとかは仲間にならないのかな。じゃあセーブをしてテント1個。ドランが仲間になったよな、そういえば。ドラン見てみよう、パーティー編成で。ドラン、ドランと。竜の子供。こんなグラフィックだったっけ。なんかすっげえ竜って感じじゃねえな、こいつ。食べる。ブレスを覚えることも。マジ火の息。あー、全体攻撃あるんだ。でもいいなこれは。でもな、魔法で結局全体攻撃できるしな。マジックパワー、あ、使うね。1使う。どうなんだろうな、装備とかあんのかな。装備ないよな、何も装備できないよな。ドランは多分そういうキャラなんですよ。まあちょっとスタメンからは外しとくか。
遠征を終わると、というところで、じゃあ、西の方にメルキドがあるみたいなので、ここはとりあえずこれで終わりなのかな、なので今回は終了して、また次回やっていきたいと思います。